んにちは。僕の名前は見つけ太郎です。いろんな考えや視点を発見するのが趣味の双眼鏡です。今回がラストです。みんな清水さんに少しでも近づけたかな。最初から自分一人で解決できる課題ってないんだっていうふうに思うことが大事で、僕も何かできるのかな。10年前に一人で始めたこの風力発電の開発も今は20人ぐらいのチームになってるんですね。で、なんで20人も集まったのかということに僕自身も驚いてる部分もあるんですけども、やっぱりその目指す未来が一緒だから集まってくれたというところが大きいのかなと思います。誰かが一人で解決したことってないと思うんです。結局誰かが最初に気づいて例えばこうすればいいんじゃないかっていう発信をして、まあそれにみんながこうしてたくさんの人がその協力し合って乗り越えるっていうのが本質だと思うんですよね。最初から自分一人で解決できる課題ってないんだっていうふうに思うことが大事で、ただ自分が発信することで仲間ができたり、あるいは共感が生まれることでその問題が実際に解決されていくんだっていうふうに考えれば、まあ、今はですね、いろんなやり方がありますよね。例えばツイッターであるとか SNS であるとか、そういったもので一気にその共感を得るっていうこともできる時代になってますから、ぜひ自分はこういうことが問題だと思う、あるいはこういうことをやってみたいってことをどんどん発信するのがいいんじゃないかなと思うんですね。ですので大事なことは自分の中で問題意識を閉じ込めずに発信するってことだと思います。 3.11 から今までを振り返って思うことを教えてください。10年前からは想像もしなかったような人生を今生きてるんですね。でも振り返ってみると結局はやはり小さい頃の夢を今実現しているんだっていう思いと、やはり原発の事故を目の当たりにして再生可能エネルギーに変えていきたいっていう、まあ、使命感みたいなものが自分の心の支えになってるというふうに感じてます。最後に頑張れた秘訣を教えてください。やはりこう自分の目指すべきところを目指すべき未来ってものがはっきり見えているし、それが今のメンバーとかパートナーとも共有できてるってことが前に進められている要因じゃないかなというふうに思います。本当に大変な時に諦めずに続けるっていうことの、まあ、大変さであり一番大切なところはやり抜くってことだと思うんですね。でやり抜くためにはものすごくエネルギーが必要で、結局はその自信だと思うんですよね。自分はやりきれるんだっていう自信なんだと思うんです。でもその壁を乗り越えて今の自分があるし、今目の前にあるこの壁も自分だったら乗り越えられると、そういう、自信を持って、まあ、壁にぶつかっていく、まあ、走り続けるっていうことが結局のところ何かを成功させる
時に一番大事なポイントなんじゃないかなというふうにこの10年を振り返って思いますね。見つけたノート、いろんなものに真剣に取り組んで自分の興味のあるものにまっすぐな清水さんのお話、とても面白かった。僕はどんなことにワクワクするかな。改めて考えてみると楽しいかもしれない。レンズで覗いた先には何が見えるかな。